介護とととかか年年金お寄りの話だと思ってるでしょ違いますからね、皆さんのための制度ですからね、例えばご両親、おじいちゃん、おばあちゃん、はい、もちろん家庭環境によるけれども、最大6人。 いいるわけででですすよよねね今一人っ子も多いじゃないですよ、ね、年金がなければこの人たちが例えば定年退職後の生活費はあなたが全部面倒見るんです寝たきりになったら介護は全部あなたが面倒見るんですできまする親の老後の生活費のこと心配せずに子供の世代が勝手なことできるのはで仮に寝たきりとかなんとかになった時にはそれでも家族の負担ありますが例えば特別養護老人ホームにちゃんと入れれば家族の負担は非常に小さくなるそれは介護保険や年金がしっかりしてるから しっかりすればしっかりするほどあなたの親や祖父母に対する責任は小さくなる。だから実は年金制度の充実は若い世代が好きなことができるようにするための制度なんです。介護の充実は介護でやりたいことができなくなるというケースを小さくするための制度だと。